ここでラッチモードについて、ご紹介したいと思います。こちらのミニスイッチの方に、ビブラート、トーンプリント、ラッチという3つのモードがついておりまして、先ほど弾きましたのはビブラート、普通このこちらのスイッチの方が、単純にエフェクトのオンオフですねになります。真ん中のトーンプリントにつきましては、トーンプリント機能の設定ですね、モードですね。そして一番下にしますとラッチ、こちらがエフェクトスイッチ、こちらのスイッチを踏んでいる時だけビブラートがかかるという状態ですね。ちょっと弾いてみましょう。ビブラートモードに戻しますと通常のオンオフですね。ラッチモードですね。そしてバックパネルを開けますとこちらにディップスイッチがついておりまして、上のスイッチ、こちらでバイパスモードの切り替えを行うことが可能となっております。左に、ディップスイッチを左に設定しますとトゥルーバイパスモード、こちらを右に設定しますとバッファーバイパスモードに切り替えることが可能となっております。